第19節火と他の字表。他の字表で地震波の速さを求めることができました。他の字表で初期微動継続時間と距離との関係を解きます。それは前に学んだ他の字表とは少し違う他の字表の発展版です。それを学びましょう。 1> 問1、問2をしてください。問2は、括弧が x になっただけです。問2、括弧1は、左のように、4×x イコール 32×3、32×3 イコール96なので、4×x イコール96。 そして、x イコール 96÷4。だから、x イコール24。としてもいいですし、右のように、x イコール 32×3÷4。x イコール 32÷4×3 にし、32÷4 は8なので、x イコール 8×3。 イ x イコールで、でと出してもいいです。計算は右の方が楽です。自分の好きな方法でやってください。二袋にみかんが10個だと何袋で20個かでは図のような他の字表になります。そして斜め動詞を掛け算にしてイコールで結ぶのです。 10×x イコール 2×20 になりますね。上の問い2のように解きます。すると、x イコール4で4袋。このように、左上×右下イコール左下×右上で方程式を作り解くのです。例を参考にしながら、問い3、問い4をやってください。問い4は、 左下かける右上、イコール左上かける右下と左右の式を逆にし、X のある方を先にやって、X を左の辺になるように書いた方が計算しやすいです。これでこの説の説明を終わります。